FC 周り応援番組イコーウメスタ頑張れ FC 周り。J 3で戦う FC 周りを応援する番組イコーウメスタ頑張れ FC 周り。この番組は、FM 愛媛と FM ラジオバリバリとの共同制作でお送りしています。この番組は、イオンモール今治新都市の提供でお送りします。イオンモール今治新都市からのお知らせです。 FC 今治でお得っと題し当日の試合チケットもしくは2020シーズンパスまたはセーラーズカードのご提示でお得なサービスを実施中なんとイオンスタイルではレジにて5%オフぜひイオンモール今治新都市へそれでは FC 今治の最新情報を FM ラジオバリバリパーソナリティナナさんと FC 今治スタッフの金井さん毛利さんが伝えてくれます。 はい FC まわり金井良一ですよろしくお願いしますはいそして FC まわり森博士ですよろしくお願いしますはい金井さん森さんですよろしくお願いします,しますさあそれでは早速試合結果の報告からです金井さんお願いしますはい、えー、8月29日土曜日、えー、第11節、えー、アウェイですね岩手さんとのゲーム1対0勝利 よかったですね。有馬選手が PK で、えー、1点取って勝利しました前半から結構ボール握るシーンも多くて、まあ、残り何分かというところはラハラドキドキしながら、えー、の展開でしたけども、えー、なんとか1 0で勝利することができました、えー、前節のゲームの敗戦から、えー、この勝利は大きかったかなと。 個人的に思います。はい、アリ選手は J 初ゴールとなりました。うん、良かったですね。よかった。まあ彼自身が一番多分点取りたかったでしょうし、まあそれがどういう形であれ、まあ PK でもね、多分自分が蹴るっていうふうに決めたんじゃないですか。なんとか一点取って勝利したの良かったと思います。はい、さあ、えー、1対0で勝利ということになりました。アウェイに強い。 ね、えに強強いいですね <laughs> ね,、まあ、ね岩手さんにもね、まあ、昔いた選手、ムタだったり、今回からね、中野正臣がレンタルで移籍して、多分ん2、3日目の合流じゃないですかね、いきなり試合でスタートから試合出て、まあ、彼らも今治への思いも多分あったと思うんですけど、まあ、今治として、ちゃんとしっかり勝って帰ってきたっていうのは、いや、個人的に嬉しいなと思います。はい え現在の順位ですははいいこちら森さん、はいはいえー、現在の順位6位、えー、勝ち点19、えー、試合数は12で5勝4分け3敗ということででも2試合、今中止になっててあそうなんか雷雨があって中止っていうね土曜日も富山と八戸が中止になって、はいはい、日曜日も岐阜と秋田がの試合が中止になってちょっと岐阜と秋田はちょっと。 個人的には興味あったんですけど、二試合とも中止。そうですね。まあ、中止という形なんで、はい、まあ、ちょっと、あの試合数も、僕らというか、その富山さん、八戸さんとかはね、少ない中ですけど、僕たち、今現在は6位ということで。はい、まあまあ、いい順位じゃないですか。そうですね。えーはい、で、ここからですよ。次の試合。大事よ。次は大事よ、はい、ホームよ。<laughs> 大事<よ>。ホームよ。しかも、平日よ。よね、はい、じゃ、ここ、毛利さんです。 はい9月2日水曜日、えー、3時キックオフでユメスタで試合があります、えー、対戦相手は AC 長野バルセイロということで、うん、はいチケットも販売中ですのでぜひ平日ですがご来場お願いします、うん、はいさあ平日開催のユメスタということになっておりますチケット好評発売中ということです9月2日、えー、今週水曜日になりますが、うん、さあそれではちょっとそのあたりの詳しい情報を引き続き森さんはい え試合自体は1500人というところの来場人数の制限になってますがイベントもいろいろと準備しておりますリメリーさんによるダンスパフォーマンスがあったりハーフタイムにはお楽しみ抽選会ということで<ー>かなり豪華なものが高確率で当たるとかなり豪華なものが <laughs> <laughs> 高確率で当たる、ああ、すみません。かなり豪華ではないかもしれない。まあ、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 いや、でも。高確率で当たるという。はい、まあ、来場人数も制限されてる中なので、あの当選者五十名ぐらいを予定しているものがあるので。<ー>うん、なるほど。はい 私、もちょっとあの、社長とちょっと、確認して。面談した後。はい、あ、ど、どうでしょうと、行きたいですよ。はい、もちろん。あの、暑さ対策もね、万全にしていただきまして、ですよ。はい、あの、今治造船。 街でということにもね、はい、なってますのでね。はい、ぜひぜひ平日ですけれどもえご来場お待ちしております。はい、はい、詳しい内容については、fc まわりのホームページにもね情報がね掲載されておりますので、また参考になさっていただければと思います。あの、フードの方もいつも通り出てレギュラー店舗がたくさん来ていただけますので是非！ぜひはい 子どもたちえっとキックターゲット卓球体験というようなね、うん、フットボールパークのイベントもありますよ。ですのでえこういったところもぜひね楽しみにお越しいただければと思います。はい、はい。でチケットです。現在の状況ですけれども森さんいかがでしょうか。はい。あの当日券も販売予定になるだろうという見込みですので。うん,うん。うん、まああの平日なのでなかなかやっぱり。 いつも通りの、えー、チケット販売っていう形にはならないんですが、うん、たくさんの方今のところ来ていただける予定にはなっているので、ぜひまだ購入されてない方お願いします、うん。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さてえっ、ー、とですねこちらあの当面の試合運営体制について、こ金井さん。はい。今までと何ら大きく変わることなく、うんえー、ガイドラインのまあ適用時期は少なくとも9月末までは、えー、緩和せずに、えー、現状維持というところで。 まあ一つちょっと変わるところがまあ応援スタイルっていうところで今まではこう拍手のみだったんですけども9月7日の試合からはえ手拍子を認められることになりましてまあただ9月7日なので2日は一旦ちょっとやめていただいてそこ<う> <laughs> いいちょっとはいなのでホーム戦でいうと13日の秋田戦からかな手拍子は OK ですねはいそこら辺はまたあれですか、ね、応援の 皆さんたちがちがょっと,グッとまあそうですねまあもう今もねちょっとねリュースがちょいちょい煽るところもありながらみんな手拍子始めそうな雰囲気もあるんですけども <laughs> あったね <laughs> <あ>くれくれくれってあったねあるんですけど <laughs> あ、ね、まあ、ルール上はえっ、ー、と9月7日から OK になるんで <laughs> う<か> <laughs> もうそうなった時はあの皆さん一緒になってあの手拍子わかりました7日から、ね、そうですねはい金井さんはいあのー「デオ・ミネ」 イロ選手の遺跡のちょっと情報について届けてください。はい、はい、ブラジル出身ですね。フィジアの岡山から、えー、完全遺跡でレオミネイロ選手が、えー、加入することが決まりました。三十歳です。三十歳。まあ僕でもこの前ね練習見に行ったんですよ。ちょうどあの彼が来てて、まああのシュートの正確性だったり、えー、彼が自らコミュニケーション取る。 えー、姿勢だったり思ったよりだいぶ声高いなとか思ったりとか声が高い <laughs>、まあでも確かに <laughs> まあいろんなクラブで、はい、あのプレーしていて経験豊富で、まあ、J2 でも、えー、98試合、えー、25得点と、えー、経験と、えー、決定力とそわった選手が、えー、と FC まばりファミリーになっていただいたということであのぜひ皆さんにもあの期待していただいてあの応援いただけたらなそんなふうに思ってます なお、FC まばりに関して詳しくは FC まばりのホームページをご覧ください。FC まばり応援番組、いこう夢スタ、がんばれ FC まばり。この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りしました。